質問です。歯科治療の素材が原因で化学物質過敏症になったと考えております。過敏症患者を見てくれる歯医者を知っていましたらご紹介願いたいです。もうこの字がおかしいぞだからこの人化学物質過敏症知らんやろだってこの字絶対書けないよ。化学物質過敏症って字はこの字じゃないので、過敏症患者を見てくれる歯医者をしてましたらご紹介願いたいです。だからこの人過敏症患者じゃないはず。もしそうなんだったらおかしいっていうぐらい、絶対この化学っていうこの字書かないから、化学で書かなきゃいけないのにサイエンスの字書いちゃってるからおかしいよ。本当は過敏症患者を見てくれる歯医者いっぱいいますよみたいなっていう感じなんだけど、この人は化学物質過敏症じゃないです。これ 100% 言います。絶対違う。でもこの人は絶対わからないと思う。いわゆる世の中で化学物質過敏症っていう風に言ってる人たちの結構多くの人は化学物質過敏症ではなくて神経症だったりとか精神的な問題ってあることの方が多いです。これは現実としてはあります。で、それは西洋医学でも言われてるし、何でもそういう風に扱ってしまうっていうところもあるんですよ。だから両面から考えなきゃいけないってところはあるわけなんですけど、この人は過敏症患者を見てくれる歯医者を知っていましたら紹介いただきたいですって書いてあるでしょ。本当に化学物質過敏症を治したい人はこんな質問をしないから。当たり前のようにネットで調べてもそれぐらいわかる人、アマルガム問題とか詰め物問題とかそれ以外のやつの話とか、みんなそんなのは調べて、それで今のネット社会でもそんなことを考えてる歯医者いっぱいいますから、いちいちここで聞く必要はないんですよ。自分では絶対調べないってすっごい依存症の人なんだなっていう、この質問だけすっごいよくわかるんですね。だからこの人にとっては化学物質過敏症とかそういう状態とかなんてどうでもいい問題であり、この人の根本的な問題は依存症であるっていうことです。それがこの問題を生み出してるんだっていう自覚がないから、ますますずっと負のループにはまる。その負のループをずっと続けるっていうことになるので、僕がねクリニック来たりとか相談の人いっぱいいますけれども、歯医者なんて絶対紹介しませんもん。だって普通の講演会でも絶対こういう人に歯医者紹介しないもん。そうじゃなくて自分の自意識の問題から変えなさいっていう、あなたはもう究極の依存症だよっていう自覚をしなさいっていうところから始めるので、もうそれしかこれ答えようがないっていう質問になってるんですね。で、これと同じ質問がよくあるのよ。もうほんと今までもね、もう山ほどねこういう質問会だろうが講演会だろうがいつも聞かれるんですよ。先生、私はなんとかなんとか病でこんなに困ってるんですみたいな。先生と同じ考え方を持つ名古屋の病院を先生ご存知じゃないですか、紹介してください。お前って感じですね。もう舐めてんのこいつみたいな。でもうちの病院来りゃいいじゃんっていう話なんだけど、それでね、名古屋なんだけどさ、そんな知らんしみたいな、そんなあるわけないじゃんみたいな。だって俺みたいなそんなオカルト丸出しの精神療法とかね、いろいろそんな原因療法とかなんとかって本気で言ってるやつがいないんだから、それに対してその質問をして、サプリメントとかさ、波動療法とかさ、ホメオパシーとかさ、何でもいいんだけど、ちょっとこっち先でやってるようなやつと私は同じ考えじゃないんですよ。それは西洋学と同じだと思ってんだからっていう時に、そういう病院を紹介してもうまくいかないのに紹介できないじゃんみたいな話になって、これでね、いやないと思いますよみたいな話になって、僕がやってる考え方は僕の病院でしかやってないし、少なくとも私の弟子としてやってくれてる人はみんな医者じゃない人ばっかりですから、医者じゃないとこだったら紹介できるかもしれませんねとかっていう話になったら、医者じゃないと嫌ですってなり、その次は東京遠いですってなるわけで、これがだから 99% の日本の絶対私は治りたいですっていう患者の現実ですよ。だからそういう人たちはみんな同じなんだなって、この人と同じなんだなっていう風に思う。だからまあこの人だけが悪いとかっていうことではなく、今の日本人の本質なんだなっていう風に私は思いますね。